世界中に多く生息する昆虫類あり。 世界中に生息するアリの総数は約2系匹にも上る。この数は人間1人当たり250万匹のアリが生息しているということになります。これほど多いアリは地球には欠かせない虫となり、多くの生き物の食料になっている。アリがもしいなくなると連鎖して多くの生き物に影響があるんです。生息数が兼を超えるほどのアリがこの地球に暮らしていて、それぞれ試行錯誤して食ったり食われたりをしています。そんなたくさんいるアリは賢く生きるアリもいれば、アホな生態のアリも多くいるんですね。今回はそんなアホな生態のアリの中から、滞在を犯すバカなアリ、シワクアリを紹介します。 体長約5ミリほどの小さいアリで、日本を含む東アジアに生息。アリの生活は主に、上アリを中心として社会が作られていて、お座り、兵隊アリ、働きアリの中で階級があり、それぞれに役割があって、その中で雑用を行う蟻や、敵が襲ってきた時に率先して戦う兵隊アリ、メスと交尾するためだけのお座りなんかもいます。そんな中で最も過酷で危険。そして重要なのは働きアリです。働きアリが餌を持ってこないと社会は成り立たず、女王も新しい子供を産むこともできず、食事がなければ戦うことも働くこともできない。そのため、巣の外は危険でいっぱいですが、家族のために食事を探しに行きます。 ここで一度、アリの気持ちになって考えてみましょう。アリたちにとって、最もいい食事を考えると、素の安全な環境で食事を出してくれる、そんな機会のようなものがあれば、理想的だと思いませんかね実は、そんな理想的な食事環境を作ってくれる、アリにとっては最高の生き物がいるんです。それが、ゴマシジミという蝶の幼虫です。この幼虫、アリが好むような甘い汁を出すことができます。このゴマシジミは、シジミ蝶化に分類される昆虫で、成虫はとても綺麗な蝶です。夏になると、ゴマシジミの成虫は、ワレモコウという花に産卵し、孵化した幼虫は、花の中に潜り込み、花を食べて成 すると地面に降ります。その後甘い汁を出してアリに与えるんです。その汁が好物のシワクシキアリからしたら最高で、甘い汁をもらうために見返りとして食事を与えます。このことからつまりゴマシジミは甘い汁を与えることで食事をもらえて、シワクシキアリも食事を与えることで甘い汁が吸える。どちらにもメリットがあるウィンウィンな関係、強制関係にあるというわけなんです。シワクシキアリちゃん頭いいですね。これは使えるぞと、こいつがいれば危険な外に出ることなく巣の中だけで甘い汁が吸えるぞと考え、ゴマシジミを巣に持って帰ります。こいつから汁が出なくなるまでいいように利用してやるって持って帰るんですね。 そして、巣のシワクシケアリたちは、安全にゴマシジミから甘い汁をもらうことができるんです。そんな甘い汁が好きな、シワクシケアリちゃんなんですけど、最初にバカだと言ったんですけど、全然バカじゃないじゃん。むしろ賢いじゃんって思いますよね。巣に持ってきたゴマシジミなんですけど、試食というか、好物が、アリの子供なんだって。<laughs> だから、だから、利用してやろうと、巣に持ってきたやつに子供食われまくるんだって。<laughs> 利用されてんのお前らだよ 甘い汁いっぱい吸えるわ、これ使えるわって言われながら子供食われまくってですね。<laughs> バカっすね。だから気づかないまま、うまいうまい吸ってる汁は子供を食って蓄えた養分なんですね。怖いっすね。残酷ですね。家族を守りつつ、安全に甘い汁が吸えるやつ、れに招に入れて逆に餌にされるんですね。滞在すぎる。 そして怖いところが、ゴマシジミは最初から全て戦略のうちってところですね。花を食って多少大きくなって甘い白を吸わせることで相手を誘惑して体を伸ばしてアリが運びやすい形になるんです。そして巣に持ってくるんですが、普通なら子供を食ってることに気づいたら巣から追い出されるか食われてしまうんじゃないかと思いますよね。ゴマシジミとても賢くて、アリの子供に覆いかぶさるように食べるんで、アリ、子供たちが食われること全く気づかないらしいですね。そのためゴマシジミはアリの子供食べ放題なわけです。そして栄養を蓄えてゴマシジミはさなぎになり、成虫になってアリの巣から飛び立っていくわけです。 とても賢いですね。甘い話に罠がある。というのは、このことを言うんでしょうね。はい、いかがだったでしょうか食事を与え、甘い汁をもらう、強制関係にあると思っていたが、敵だと気づくことなく、素に持って帰って子供食われまくってしまう、ピエンすぎる、しワクしきりを紹介しました。甘い話には罠がある。今後社会でも甘い話がたくさんあると思いますが、ごましじみたいなやつかもしれないんで、注意しながら生きよって思いました。日本にもシワクしきり生息しているので、ぜひ探してみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。